てね、お兄ちゃんのせいで本当に大変だったの。えへ、それは責任転嫁ってやつだよ。にゃーによー。はいはい、どっちの言い分もちゃんと聞くから喧嘩しないで冷静になりなさい。冷静沈着中立長女。でもいつもあーで疲れないのかな。コンパーフェクトウーマン、ミステリー案内人です。私からしたら案内人さんはだいぶパーフェクト人間だけど。そんなそんな、私なんてまだまだです。さて今日はそんな普段はしっかり者、一見完璧に見える人がというお話です。殺し屋一族のパーフェクトガールといえば、さあ一緒に見ていきましょう。なんとか仲直りして帰っていったわね。お疲れ様。ここは元殺し屋のショコラとその弟のビターが経営するカフェアビアント。閉店時間になり、店内には誰一人お客さんがいない状況です。そんな中、ショコラはヘトヘトに疲れ切っている様子。さっきまで彼女の兄弟で現役の殺し屋であるカカオとガーナの喧嘩を仲裁していたのですから、それも無理はありません。あの子たち普段は仲いいくせに変なところで衝突するんだから、二人で組んで仕事をするときは特にそうなるみたい。それぞれタイプが違うから致し方なし。ええ、理解はできる。そういうときはいつもショコラに愚痴を言いに来るよね、あの二人。離れて暮らしていてもいつまでもお姉ちゃん頼りなんだ。困ったものよね。ま、長女の宿命ってやつかしら。たまには自分たちで解決するようにって言っておいた。ふん、ありがとう。カカオとガーナもあなたくらい落ち着いてくれるといいんだけど。ショコラは諦めたように笑っていますが、ビターは本気で心配していました。弟と妹であるカカオとガーナのことはもちろんビターも可愛く愛おしく思っています。だからこそクセモノのあの二人の話を聞くのは大変だということもよく理解しているのです。閉店作業は僕がやっておく。ショコラは気分転換に散歩でもしてきたらいいの？もちろん。今日は満月で外も明るい。きっとリフレッシュできる。ありがとう。あなたにはいつも助けられているわね。こっちのセリフ。ショコラはビターにお礼を言い、エプロンを脱いで出かけていきました。ビターは疲れっぱなしの姉を休ませることができてよかったと安心していましたが、この気遣いのせいでとんでもない事件が起きてしまうことになるのです。ふう、普段より張り切って掃除しちゃった。おかげでピカピカだ。カフェアビアントは一般のお客さんも受け付けていますが、実は裏の世界の情報屋などが集まる場所でもあります。深夜はそういう層が集まってくることが多いため、ここまで掃除に集中できることはなかなかありません。ビターは満足感に包まれながらほっと一息つきました。そろそろショコラも帰ってくる頃かな。あ、噂をすれば。って、嘘。ビターは扉の方を見て目を丸くしました。なぜならそこには、やっと着いた。大きく姿を変えた姉が立っていたのですから。一体何があったの？それが、私にもわからないの。気づいたらこの姿になっていた。この体の小ささ、小学生ぶりの感覚ね。散歩に出かけたショコラ。しばらく普通に歩いていたそうですが、気づいた時には幼児化した姿で道端に倒れていたそう。精神状態は大人ショコラのままだったため、慌てて戻ってきたと言います。子供ってだけで、ここまでの道のりが随分遠く感じたわ。そりゃ歩幅も違うし、当然といえば当然なんだけど。幼児か。気づいた時には。明らかに何らかの事件に巻き込まれたんだろうけど、本当に記憶がない。ええ、思い出そうとするとなぜだか頭がぼんやりするのよね。危機解解。いろいろ考えたいのは山々なんだけど、ごめんなさい。どうにも眠たくてたまらないの。続きは明日でもいいかしら。もちろんだよ。お子様はもう寝る時間だから仕方ない。からかわないで。すみません。
それじゃあ今日は寝よう。いやまだ寝る。ショコラ。早朝話し合いの続きをしようと姉のショコラを起こしに行ったビター。しかし声をかけても揺すっても起きてくれず、無理やり立たせようとしたところ、ご覧の通り、まるで本物の少女のようにひどくぐずっています。ビターお兄ちゃんの意地悪。お兄ちゃん、僕は君の弟で。違うもん、ショコラは妹だもん。ふぅ、うぅ、はぁ。何が起きてるんだ。あ、本当に子供の頃のお姉ちゃんだ。連絡をもらった時は何の冗談かと思ったけど、まさかガチだったとはね。ガチすぎて困ってる。一人ではどうしようもないと判断したビターは、カカオとガーナを呼び出していました。簡単に状況を説明したものの、ビターもあまり情報を持っていないため、混乱しっぱなしです。ショコラは泣くのをやめ、ニコニコとカカオたちを見上げていました。えへへ、カカオ兄ちゃんとガーナお姉ちゃんも来てくれた。え？え？誰これ？だから、ショコラ。幼い頃の姉さんにこんな可愛いとこあったっけ？ないよ。ないない。お兄ちゃんは昔から冷静沈着でクールで、子供らしくない子供だった。私たちのことお姉ちゃんとか呼んでるし。なんなの？僕もわからないから君たちを呼んだ。頭がおかしくなりそうで。見た目は幼少期のショコラなのに、言動は可愛らしい少女。そのあまりのギャップに3人揃って頭を抱えています。昨日このカフェに戻ってきた時までは精神は大人のショコラだった。朝起きたら今の状態に。僕たちが知らない性格の少女ショコラになっていたんだ。ショコラはショコラだよ。そうだね。記憶の残り方も規則性がなくて、僕たちのことは年上の兄弟として認識しているし、常連のお客さんの写真を見せたら知らない人だって言っていた。殺し屋だったことも忘れている。いい、なんじゃそりゃ。ずいぶん無茶苦茶だね。今日はカフェを休んで、ショコラの身に何が起きたか調査しようと思っているんだ。カカオとガーナは今日仕事ないんでしょ。僕の助手として同行してほしい。もちろん構わないよ。兄弟の一大事なんだから。お姉ちゃんの面倒見ながら調査か、大変そう。ガーナお姉ちゃんにお姉ちゃんがいるの？しばらくはショコラって呼んであげて。お姉ちゃん呼びじゃ彼女も混乱するだろうから。ショコラ。慣れないよ。仕方ないよガーナ。さてショコラ、今日は僕たちが一緒だ。お利口にしてくれるかな？うん。お兄ちゃんのその順応性の高さ何なの？お散歩お散歩ルンルンルーン。昨日はこの辺りを散歩していたんだね、ショコラは。覚えてないよ。昨日少し話を聞いた限りではそうだと思う。散歩の時間は1時間。行きは大人ショコラ、帰りは子供ショコラだったはず。ショコラは気づいたらこの姿で道端に倒れていた。おそらくこの辺りになる。ビターは大人ショコラ、子供ショコラ、それぞれの歩幅を計算し、1時間でどの程度の距離を移動できるか導き出していました。子供の姿で帰宅したことを考えると、カフェからそれほど遠くまでは行っていなかったはずです。また、近所には人通りの多い道もいくらでもあります。いくら夜だったとはいえ、倒れている人物がいれば誰かが声をかけるはず。ショコラ本人が目覚めた時まで誰にも見つからなかったということは、彼女は人があまり歩かないような場所を選んで散歩していたということになります。それらの条件を踏まえると、今ビターたちが立っている場所こそがショコラが目覚めた場所。さすが探偵ビター、あっという間にそこまで特定しちゃったんだ。あくまで推測だよ。それでも大きな一歩だ。だけどこの辺って本当に何もない場所だね。幼児化する要因なんてどこにも見当たらない。確かにその通りでした。ここは自然豊かな森が近く、怪しい研究施設どころか民家もありません。
変な装置を起動された。変な薬を飲まされた。変なキノコを食べた。そんな感じかなーって思ってたんだけどな。装置はともかく、薬やキノコって。ガーナみたいによほどおっちょこちょいじゃない限り、そんな失敗はありえないでしょ。むむむ、失礼な。お兄ちゃんが変な薬拾って私たちに飲ませてきたこともあったじゃん。あの時はド M になったり、ド S になったり大変な思いしたでしょ。何のことやら、覚えてないよ。都合のいい脳みそだな。こーら、喧嘩しないの。みんなで仲良くだよ。ね。はい。この状態のお姉ちゃんにも怒られた。ショコラはどんな時でも長女なんだね。そもそも散歩に行ったきっかけも、カカオとガーナの仲裁で疲れたからなんだから、もっと協調性を大切にしてほしい。お兄ちゃんのせいで注意されちゃったじゃん。ガーナのせいでしょ。こーら。ごめんなさい。すみませんでした。やれやれ。少しこの辺りを散策してみよう。森。見渡す限り森。緑が気持ちいいにゃショコラ、どうしたの？疲れてきちゃった。誰かおんぶして。まさか姉さん。あ、じゃなくて、ショコラにこんなことをお願いされる日が来るとはね。いいよ、僕がしてあげる。やったー、ありがとう、カカオ大好き。あ、照れてる。ショコラがこんなにストレートに好意を伝えてくることなんてないから。ショコラはビタお兄ちゃんもガーナお姉ちゃんも大好きだよ。こりゃ照れてしまうわ。なんだかこそば言うよね、この顔でこんなこと言われると。なんでみんな黙っちゃうの？ショコラ変なことした。みんな嬉しくて言葉が出なくなっちゃったんだよ。そんなの？それならショコラも嬉しい。かわいすぎない？もしかしたら姉さんが普通の家庭に生まれていたらこうなっていたのかもね。ありえる。でももしいつものショコラがこの状況を見たら恥ずかしさで発狂してると思う。元に戻っても大好きって言われたことは秘密にしておこうか。賛成。何の話？大人の内緒話さ。わあ、大きな水たまりだ。これは泉って言うんだよ。水が澄んでて綺麗だ。こんな場所があるなんて知らなかった。ずいぶん奥まで来たからね。普段ここに人が来ることはないんじゃない？私たちさっきから誰にも会ってないしね。大人のお姉ちゃんはここまで来たのかな。1時間の時間制限を考えてもギリギリ可能な場所だよ。でもだからって何のヒントもないのは変わらない。よし、これ以上進んでも仕方がないから一度カフェに帰ろう。賛成。ショコラもクタクタだよね。でも楽しかった。今何か、いや気のせいかな。ショコラがあの泉まで行ったとして、そこから目覚めた場所に行くまでに何かが起きたと考えられる。薬、怪しげな装置、キノコ、いろんな可能性はあるけど、今回は何も見つけられなかった。殺し屋時代のショコラを恨んでいる誰かが暗躍している可能性も捨てずに調査を続けるつもり。ビターは、すやすやと眠ってしまっているショコラをちらりと見ながらそう言いました。敏腕の探偵ビターをもってしても、この謎をすぐには解けそうにありません。満月の夜に出かけたお姉ちゃんが幼児か。もしかして、神様のいたずらだったりして。神様？ほら、満月の日って特別なことが起きるってイメージあるでしょ？潮の満ち引き、狼男の変身。もしかしたら疲れ切ってるお姉ちゃんに休暇を与えてあげようと月の神様がプレゼントしてくれたのかもよ。そんな、まさか。いやあ、冗談だからそんな真剣に捉えないで。いくらなんでもそんなこと起きるわけないんだから。
ガーナがケタケタと笑うと、ずっと静かにしていたカカオが口を開きました。いや、案外いい線いってるかもしれない。カカオ。ねえ、姿を見せなよ。さっきの泉からずっと僕たちの後をつけているよね。どう考えても、近くにいるのに何も見えない。それって君が特別な存在だからじゃないの？何言ってるのお兄ちゃん。空中に話しかけているカカオ。ビターとガーナは機嫌な目でその姿を見ています。それでもカカオは声をかけ続けているのです。言う通りにした方が君のためだ。何の目的で僕たちに、ショコラ姉さんに近づいた？このまま黙っているつもりなら、あの泉を埋め立てたっていいんだよ。その時です。それだけはやめて。は？いやー、なんか出た。妖精だって。まさか人間に気配を悟られるとは。ふわふわと宙に浮かんでいるのは、自らを妖精だという不思議な生き物。彼女はあの泉に住み着いているらしく、カカオの埋め立てるという脅しに屈して姿を現したのです。妖精って実在するんだ。人間が気づいていないだけでそこら中にいる。面白いこと聞いちゃったな。で、なんで僕たちの後をつけた？ショコラを連れていたから。姉さんを知ってるの？昨日あの泉で見た。妖精は渋々といった様子で話し始めました。昨日ショコラはやはりあの泉を訪れていたそうです。そこでポツポツと独り言をつぶやいていた。今の生活に満足してるし、家族と関わる機会が多いのも楽しい。だけど少し疲れた。長女の気質が強すぎるからかしら。ショコラはそう言っていたんだ。私はその言葉を聞き、なんて心が綺麗な人なんだろうって思った。だから一緒に遊んでほしかったの。遊ぶ？妖精は心が綺麗な人が大好き。できれば関わりたいとも思ってる。だから今のショコラの環境を変えるために、魔法で少女に変身させた。唐突すぎない？そんなことない。子供は無垢で純粋で、どんな責任からも逃れることが許される。ショコラを子供にすれば、いろんな重圧から解放されて私と遊んでくれると思った。それなのにショコラは子供になった自分に驚き、すぐに家に戻ろうとした。私の声も聞かず一目散に。魔法が強かったのか、道の途中で気絶していたけれど、また起きて帰っていった。ビターはその直後のショコラに会ったということになります。妖精は魔法で力を使い果たし、それ以上ショコラを追いかけることができず泉に戻った。ショコラの記憶が曖昧だったのも、この妖精が魔法を使うのが久しぶりで不安定だったからとのこと。人騒がせすぎる。悪かったとは思ってる。ショコラを、その家族を苦しませるつもりはなかった。わあ、綺麗だね妖精さん。ショコラ、いつの間に起きてたの？さっき。ねえねえ、妖精さんはどこに住んでるの？泉。そっか、じゃあお名前は？そんなものはないけど。でもお名前がないと困るよね。じゃあ泉ちゃんにしよう。え？かわいいよ泉ちゃん。妖精さんのお友達できちゃった。ショコラ、姉さんは君の魔法のおかげで今こうして自由に振る舞うことができているんだと思う。まあ最初は困ったけど、たまにはこういう瞬間があってもいいんじゃないかな。許してくれるの？僕たちはね。ショコラは？許すって何を？ショコラはニコニコと不思議そうにしていました。泉と名付けられたその妖精はほっとしたように笑い、ショコラを大人に戻すと約束してくれたのです。だけどほんの少しだけでいいから、この状態のショコラと遊んでもいい？遊ぶ遊ぶ。仲睦まじく遊び始めたショコラと泉をビターたちは微笑ましく見守っていましたとさ。
忙しい忙しい、今日もやることだらけね。すっかり元のお姉ちゃんに戻ったね。可愛かった少女の姉さんはどこへやらだよ。大人に戻っても幼児化していた時の記憶は残ったままだったから、しばらくは恥ずかしそうに悶絶していた。もう吹っ切れたみたいだけど、切り替えの速さはさすがだな。ちょっとあんたたち、喋ってる暇があるなら手伝いなさい。あ、はい。あらまあ、そこらにも可愛いところがあるのに。長女として気を張ることも多いでしょうけど、完璧な人間はいないということです。私も小杖さんもどこか足りないところがあるから、それが個性になるのです。ほんとね。ちなみにあの後、妖精の泉はたまにカフェアビアントに顔を出しているみたいです。うまくやれているのかちょっと心配なので、後で様子を見に行ってみましょう。それではバイバイチーン。ショコラ。あら泉、来たのね。今日はコーヒーに挑戦。妖精の口に合うかしら。まさか素敵な友情を築き上げるとは。世の中何が起きるかわからないものだな。